ホーチミンに来ています、ホーチミンの漆絵画家の、安藤紗友子さんにお話を伺います。安藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、実はですね、ちょっともうすでに緩い感じなんですけどもこれなぜかというとですね、いろいろちょっと安藤さんと事前にコンタクトを取らせていただいた時、まあね、せっかくだったらこう漆絵って正直よく分かってないので、どういうものなのかっていうのを、まあ、体験させていただこうということで、実はこのインタビューの前になんだかんだ言って2時間以上やってましたよね。そうですね。はい。漆絵を体験させていただいた、漆絵を体験って言っていいんですかね。あれは漆絵の厳密ではどの工程？一番最後の工程ですね。漆絵というか、漆画というか、はい、ベトナム特有のものなので、日本語にするとちょっと、いくらでも言いようがあるんですけど、はい、私は漆画と呼んでるんですけれども、うん、要はこう、一層目にちょっと仕掛けをしておいて、どんどんこう重ねていって、最終的にこう研ぎ出すことで、はい、地層のようにいろんなこう質感とか絵柄が現れてくるっていう、はいはいはい、そういうことなんですね、基本的に。うん、で、体験するっていうと、その一つ一つを重ねていくとなると、1ヶ月ぐらいこっちに滞在していただかないといけないので、はい、で、ちょっと知恵を絞って、うん、ちょっと以前からワークショップなんかでやってることなんですけど、もう事前に書いておいた、こう、層を重ねて書き上がった作品を研いでいただくって、うん、研いで磨いていただくっていうことをやっていただきました。さすが、これ映像じゃない、音声なりよく説明していただいて、はい、なんとなく多分皆さん分かったと思うんですけど。といいですけど、なんでやっぱりここにいるのかってことですよね。つまり、話すと長いと思うんですけど、長くて結構なので、まあやっぱりここに至るまでの経緯。経緯。はい。はい。ベトナムに来たのも、その漆を始めたのも、実は偶然なんですね。はい、偶然。もともとその、大学で、日本のこう文化とか芸術が、はい、勉強したくて勉強してまして、で、哲学科で勉強してたんで、哲学なんかをやっていて、全然芸術とは関係ないところだったんですけど、はい、昔からまあ、そのものづくりが好きで、うんで、いたんですが、その、卒業とともに外国にその美術の勉強で留学したいと思ったんですけど、はい、やっぱりお金がないとできないということで、うん、実は、たまたま、その、就職試験の案内が、航空会社から来ていて、はい、それで、たまたま。たまたま、いや、そういうふうに思い始めた時にそれが届いていて、で、出したら当然なんですけど、返事が返ってきたので、はい、オフィスワークじゃなければ私もできるかもしれないということで、うん、試験を受けたところ受かりまして、うんうん、それで、客室乗務員、2年半やったんです、はいはいうん。で、いろいろ美術館に行ったりとか、その現地のその文化に触れたりとか、はい、あと、まあ、お金を貯めるっていうのが第一の目的だったんですけれど、うんうん、それで、まあ、短期だったんですけれども、充実した、その、そうですね。生活を送って、うん、で、まあ、その2年半、まあ、3年弱で、もうそろそろ、いいだろうっていうことで、うん、で、本当は、インドネシアの方に、はい、こう、アーティストの友達がいて、そこに行こうかなと思ってたんですけれども、バンコク経由で行くつもりが、バンコクに行ったら、その、ベトナムに行くビザ、うん、と、エアーチケットが簡単に手に入るということで、はい、ちょっと行ってみようかということで、はい、1ヶ月のビザを取って、うん、で、行ったのがベトナムに来たきっかけなんです。なので、その、もともと漆があるということを知っていて、とか、もともとベトナムが大好きで、はい、で、来たんだと思われる方も多いんですけど、うんうんうん、全くそういうことではなくて、本当に、うん、偶然というか、うん、運命というか、うんそんな感じでした。まあ、そういう意味では逆に必然だったのかもしれないですけどね。そうですね。じゃあ、もしその時そのベトナムが、こうね、ビザが取りやすいとか、そういう話なかったら、インドネシア行ってたかもしれない。うん、そうですね、うん。それか別の国に行っていたか、ですね、うんうん。で、で、そう言うと皆さんこう、じゃあ行って、その異国情緒だとか、うん、そのこう人情に触れたとか、すごくこう、なんかいい経験をして、いい体験をして、じゃあベトナムにいたいって
思ったんですねっていうふうに言われるんですけど、それも全く違って、はい、実はその、95年ってまだ、まあ、土井もいは始まってたんですけど、まだそのやっぱり、特に北の方では、こう、ベトナムに住んでる、ベトナム人の人たちがその外の世界と、こう、簡単には、こう、馴染めないっていうか、うん、外国人と見ると、話しかけるとちょっとこう、公安に何を話してたんだって言われるんじゃないかとか、そんな感じで、こっちがにっこりして挨拶しても、ぷいっていう感じで、非常に冷たくて暗い感じだったんですよ。うん、で、なんて嫌なところだろうな、感じ悪いなと思って、で、もう本当に、印象が悪くて、で、まあ、外国人、まあ、だんだん入ってきた時期だったんですけど、そうする、こう、物を取る人とか、スリとかもいっぱいいましたし、はい、物声もいっぱいいたし、うん、あとそのシクロに乗っても、その、ちゃんと値段を決めて乗ったのに、はいはい、後ですごい法外な値段を要求されたりとか、うん、本当に嫌な思いばっかりしてたんです、はい。で、いるうちに実は体調を崩しまして、で、泊まっていたそのゲストハウスのその女主人が、はい、いや、なんかどうも彼女は具合が悪いらしいってことに気づいてくれて、うん、で、まあ、薬を買いに走ってくれたり、こう看病してくれたりとか、うん、でも、ニコリともしなかったんですね、うん、相変わらず。で、その時に、ああ、私はもしかしたらここの国の人が僕は誤解してるんじゃないかって、うん、何も分かってないうちにそう判断して、ここは私は嫌いだって言ってこう立ち去るのがすごく悔しいっていうか納得いかなくて、うん